こんばんは、山田アリスです。私はこういったものです。今日はですね、サソリ座の季節ということで、2024年10月23日から11月22日の10月から11月にかけてのサソリ座の季節の12星座別の運勢解釈と、サソリ座の季節ということで何を深めるか、誰との関わりを深めるかというのがサソリ座のテーマともなってますので、人間関係をテーマにお伝えした動画があるんですけども、そこから、誰と付き合うかって判断した後にさらに深めていく、そして伊手座の季節に高めていく、そして1月ですね、ヤギ座の季節に達成していくっていう流れがあるんですけども、そこで今10月末からですね、11月のこの期間にかけて重要視する人間関係を深めていっていただければと思います。でそこでですね、この冥王星はサソリ座のルーラーということで、今冥王星の移動というのが11月20日にあるので、占星術の世界では気になっておられる方多いかと思うのですが、またさらにですね、この冥王星のルーラーっていうのは、ヤギ座の部屋にいるよりも水亀座の部屋の方がですね、いろんな刺激を受けていくっていう配置になっていくかと思いますので、その変化を通じて今ご視聴いただいている皆様にですね、ちょっとでもその準備期間として有意義な状況になりますようにと思いまして、今回この動画を作っています。またですね、四角のマークで書かれてある星座ですね、仕事とか稼ぎ方について考えていくというのがおすすめとなっています。四角はお羊座、双子座、乙女座、天秤座、水亀座の星座ですね。今お伝えした方は仕事、稼ぎ方というのをテーマにされるのをおすすめしたいと思います。またですね、人間関係、恋愛などをテーマにするという星座はですね、牡牛座、カニ座、獅子座ですね、でヤギ座ですね、というのが恋愛含める人間関係をテーマにしていただければと思います。どちらでもなくご自身のことに目を向けていただきたい星座はですね、サソリ座、イテ座、ウオ座という3星座となっています。ということでですね、早速なんですけども、お羊座からですねお伝えさせていただこうと思います。まずお羊座の方、報酬稼ぐ方法が分かってくるとき、他人の力が重要視される月となっています。でサソリ座の季節というのがですね、まずお羊座にとってこの天体が入っている場所がを追加したんですけども、まずですね、サソリ座っていう場所がお羊座にとって財産とか相続、子孫繁栄の場所となっています。またですね、天体の移動ありますので、まず太陽がサソリ座に入るということで、さっきお伝えしたみたいに財産とかそういったテーマもあるのですが、財産って何かというと他人の力で生み出すものでもありますし、引き継ぐとか引き受けるという意味もありますので、お羊座の皆様にとってご自身の力、自分発信よりもですね、誰かからお願いをされたりとかですね、依頼を受けたりとかですね、その引き受けるっていうことの中に、もしかしたらそこが輝いてくる時と言えるかもしれません。ですので、お羊座の方は単体で単独行動というか、単体で何かをやることの方が得意とされる星座なのですが、この月に関してはですね、誰かと何かをやっていくっていうことがポジティブなのではないかと思います。10月18日以降にですね、伊手座に金星が入るという動きがありますので、10月18日までは少し消極的であったりとか、こう他人との関わりについて、なんかちょっと疑いといったあれなんですけども、ちょっと疑うような気持ちが芽生えやすいかもわかりませんが、10月18日以降はのびのびとゴールに向かえるということであったりとか、掘り下げて考えた結果、こう誰かと手を組むっていうことがスムーズにできるっていうのが10月18日以降になるのではないかと考えることができます。それまではですね、割と発言なども抑え気味となりやすかったりとかですね、本質的なことをこう語るときにいろんなこう思惑が出てきやすい時かもわかりません。行動できない原因というのを探していただいて、で納得のいく形になってた後に行動に移していくっていうことが良いのではないかと思います。
次に牡牛座の方は、サソリ座の場所というのはこのようにですね、対人関係、パートナーシップですね、結婚、他力と書いてありますように、人間関係との関わりというのが活発になるということが考えられるわけなんですが、復縁ということも含めて牡牛座の方は結構慎重派なんですけど、受け入れるっていう力が強い星座なので、なんか頼まれたり誘われたりしたことを割と断りにくい傾向もある星座なんですね。なので、その物事を受け入れやすくなる時とも言えますし、人間関係を築く場合にその相手のこうペースに任せるということもある意味ではちょっと違うなと思いながらもですね、こうそことこうバランスをとってですね、一緒に歩んでいけるとも言えますので、スムーズにその進むという意味では、他人にいろんなことを引き渡していくということの中にもし不満がないのであれば、そのままでいいかなと思います。でもしですね、不満がある条件面とか、なんか相手のペースに巻き込まれちゃってるなっていう不満がある場合は、ちゃんとしたコミュニケーションを交わす場を設けていただいた方がいいかと思います。ついですね、相手に引き渡すっていうことによって、結局その時に不満なことを言わずに、こう後々にですね、不満がこう拡大されるということもありますので、あえてですね、この機会はちゃんとお話をされるということとか、それがパートナーシップであれば対等な条件なのかどうかっていうことを掘り下げて考えていくことが必要になるかと思います。ぜひですね、ちゃんと話し合っていただいて、10月18日以降ですね、不満がこう出てこないようにですね、あらかじめちゃんと会話の場を設けていただくということがおすすめとなっています。双子座の方はですね、サソリ座の場所、健康、労働面、介護なども含まれますが、社会貢献も含まれます。他人の役に立つことということを掘り下げて考えていける時でもありますし、誰かの役に立つっていうことがあなた自身の喜びとなりそうな配置図となっています。気を利かせていける星座なんですけど、ちょっとやりすぎる節っていうのもこの機会出てきそうなんですね。なので、あまりご無理をされず、いろんなこと気を利かせて、こう気を回して動けるんですけど、さっきもお伝えしたみたいに体調面とか、まあ、健康を害して働くってことはおすすめとは言い難いので、ご自身のなんか体調面とか無理されておられないかなっていうところも含めて、働き方の見直しを行うってことも必要となってきます。で、双子座の方は働き方の見直し、役割、社会貢献、視野にということで、その役に立つこと、ニーズっていうことも含めて、ちょっと考えを掘り下げていくことが大事となっています。本当に必要とされることをこう明確にして、そちらの方に向かっていくっていう、今度10月の18日以降ですね、金星の射手座への移動とかもありますし、その冥王星も移動するっていうこともあるので、まあ、いろんな意味で変えていくためにですね、調整期間としてこのサソリ座の季節を使っていただくのがおすすめとなっています。で、カニ座の方はですね、楽しみ方、遊び、恋愛含めですね、投資方法などもですね、お得になる生き方を、まあ、選択していく好機と言えるのではないかと、チャンスと言えるのではないかと思います。で、カニ座の方から見ますと、娯楽の場所っていうのがサソリ座の場所となっています。恋愛含める娯楽、子供さんおられる方は子供さんの喜び、子供さんのために動かれることっていうのも自然とですね、出てくることがあるかもしれません。で、その場合にですね、ちょっとまあその面倒見すぎたりとかですね、まあ、遊びすぎたりとかですね、まあ、楽しみすぎたりということもあるのかもわからないんですけど、まあ、時にはちょっと羽目を外すっていうこともありなのかなという感じもします。またですね、ご自身が表、ごハウスの表に出て注目を集めるっていうところにすごくこう共感してもらえるっていうこともありそうなので、すごく深くですね、愛情をですね、ピンポイントで深めていけるっていうこともありそうなので、ご自身が愛を与えるってことにおいても、愛情深くなっていろんな方にですね、愛を与えることができる時でもあります。好きな相手に対してですね、愛情を与えるっていうことができるのではないかと思います。獅子座の方はですね、家族、親しい人との関わり、絆を試される時期となっています。獅子座の方から見ますと、サソリ座の場所はファミリーなんですね。家族、基盤、母親も意味しますが、この4番目の場所っていうのはこれまでの基盤を含める居場所なんですね。居場所っていうものを再確認できる時でもありますし、その
家族とか親しい人との関わり、愛情が深まっていく時とも言えます。なので、親しい人との関わり含め、本当にご縁がある人が誰なのかっていうところもはっきりと分かってくる時なのではないかと思いますので、親密に関係を築く良いチャンスと言えるかもしれません。続いて乙女座の方は、情報を通じて稼ぎ方、働き方を考えていくチャンスと言える時です。この機会にサソリ座の場所に天体入ってますので、情報収集された方は情報を選択するというところでも、今後のことも考えてお得な情報をより優れる時と言えるかもしれません。で、趣味や学びを通じて様々なことを選んでいくことが必要となる時なので、いろいろやってて散漫になっておられる方は、一点集中で何かをこうやっていくって、これでやっていこうと、これをやっていくのが一番、例えば報酬につながるであったりとか、今後の生活に合理的にそれをうまく活かせていけるっていうような、そのなんていうか、自然と受け継ぐっていうことも含めた、その情報を選んでいける時でもありますので、物価高もありますし、稼いでいくってことも必要となってくるタイミングかもしれませんので、ぜひですね、そういうちょっとお得かどうかっていうのも視野に入れながらですね、行動していただくと良いかと思います。天秤座の方は、手元にあるお金を明確にすると二重丸で、で、金銭管理などもおすすめです。で、ゴールを設定できそうっていうのも、これから1ヶ月ですね、あるかもしれません。結構高い理想というのを意識されるのもおすすめとなっています。で、天秤座の方から見ますと、収入ですね、価値含めるですね、物質っていう場所もサソリ座の場所となっています。で、自然とですね、受け継ぐものがあるっていうのが元々の配置図にもあるのですが、ご自身の例えば使命感を持ってできることっていうのが何なのかとか、精神的にもですね、物質的にも喜びとなる方法っていうのを探していただくことがおすすめとなっています。またどちらかというとですね、やはりその金銭的なことはあんまり重要視されておられない方は、ご自身の大切なものとか持ち物ですね、含める整理というのもおすすめとなっています。整理されたことによって、ご自身の楽しむという方向に向かえる切り替えのタイミングなので、ぜひそのよりすぐっていただいて、重要なものを残していただいたらいいかなと思います。で、サソリ座の方はもう注目を集める季節ですね。あなたの信念を貫こうということで、居場所とか過去から来るメッセージというのにも価値がありそうなんですね。で、あなたの中に芽生えたひらめきみたいなもの、直感的なものも大切にしていただければと思います。またですね、サソリ座の方は自分自身個性にですね、注目が集まる、ここが輝くタイミングでもあります。特に10月18日まではですね、サソリ座の方のちょっと表に出ない面でのですね、喜びなども含まれるので、それが喜びとなる時なので、追求心芽生える時ですし、これというご自身しかできないようなことにたどり着ける時とも言えそうです。なので、個性の発揮ということもできる時ともなってますし、自分の主張っていうよりも他人が求めるものを提供するっていう意識が高い星座ではあるのですが、この月に関してはその、バランス重要かと思いますので、他人に引き渡すっていうことばかりではなく、ご自身のことに目を向けていただくっていうことも必要となってくるのではないでしょうか。射手座の方ですね。射手座の方は心ときちんと向き合えそうな季節で、ご自身の心が決まれば思いのままに進めるはずということで、射手座の方はですね、今心理ですね、心の中、本当の思いですね、気持ち感情も含めて内面的なところに意識が向いていきます。今無形の状態のもの、水面下に置かれる無形のものをですね、今度有形化させていくための準備期間と言えます。なので、何かを生み出す前っていうのはしんどいと感じる方もおられますし、何かを生み出すことが好きかどうかにもよるんですけど、でもその葛藤っていうのは無形を有形化させていくためのサイクルなので、今のとこ生み出すことがちょっと負担となっておられる方も、ちゃんと本当に自分の心と向き合って、なんか素直な感情でいればですね、きっとその次に本当に素直な感情が実現に向かって進んでいくための準備がきっちりとできた方は、ちゃんとその達成もできるかと思いますので、ご自身の潜在的な力をね、信じていただき、ぜひイメージをですね、ポジティブにしていただくことをお勧めしたいと思います。
またヤギ座の方はですね、仲間、コミュニティ、大勢の人との関わりですね、そこから優先することが明確になりそうな時なんですね。で、収入アップも期待できる時でもありますし、これから収入アップを目指される方は自分の手に入れるものを分散して人に分け与えるっていうことを目的とされている方が多いかもしれません。で、もし本当にそういう方、欲張りな方もおられるかもしれませんけど、もし分散していろんな方に分け与えようと思われている方は、よりですね、多くのものを拡大させていく、自分の手にできる時とも言えそうです。で、ヤギ座の方はですね、仲間含める団体ですね、大きな団体組織とのご縁もできそうな配置図となっています。この冥王星の動きも直前なので、そのあとそういう冥王星の動きの動画もありますけれども、一応ですね、今この10月はですね、仲間、団体、友人というその人の中にですね、こうキーパーソンがいろいろ出てくる可能性があると言えそうなんですね。なので、たくさんの広がりの中でなんか洞察力が鋭くなるので、しっかりと物事を見極めて、見極めることによって、ご自身が得たいものを得るっていうようなところにですね、進んでいけるのではないかと思います。で、水瓶座の方は社会的な役割、仕事を通じて自然と何かを任されそうな配置となっています。あなた自身のキャラクターがですね、裏方からですね、表舞台へと移行していくっていうのが、この10月からですね、11月にかけて、もしかしたら大きくですね、変化する部分かもしれません。もしですね、今まで裏方におられて、あまりご自身のキャラクターを表に出されておられなかった方も、この機会にですね、表に出ていくっていうことが、チャンスとしてあるかもしれません。水瓶座の方、表に出ていかれるということがもしある方はですね、サソリ座の社会的地位ですね、そこがまあちょっと葛藤はしてはいるんですけども、と地位上がり、ご自身がその自然とですね、得るものが増えという状況なので、いろんな方の関わりっていうのも含めて、ご自身が自然と受け入れるものっていうのを受け入れていただくことになるのかもしれないかなと思います。またですね、水瓶座の方はチームとか団体とかコミュニティというのを属するということがご縁としてあるかもしれないのですが、今までですね、ご自身のキャラクターっていうのをあまりですね、さっき言った打ち出してこられなかった方は、結構大きくですね、役割が変わっていくこととなりそうなんですね。特に過去15年の間、いろんなコミュニティ、団体などをされておられたりとかですね、そこで応援をもらった方は、そことの絆が固まっていると感じる方は、特にですね、重要な役割を任されて、次の20年にそれを結びつけていく重要な役割となるのではないかと思います。変化、改革を起こしていくような役割となる方も多い星座なので、ぜひですね、うまく活用していただければと思います。魚座の方はですね、海外、遠方、精神世界へ、今までの活動の拠点を変えて高みへ行く時とも言えるかもしれません。見えない場所での働きが改革的に行われるという配置図となっています。魚座の方は宗教心、海外、理想の世界へとですね、輝きが増していく時で、信じることっていうのが明確になったり、こっちの方向へ目指すぞということが明確になったり、もしその推し活などをされておられる方は、本当にもう没頭してですね、楽しめるということがあるかもしれませんし、信じる世界に向かってですね、ご自身のなんか応援する相手だったりとか、信じる世界との関わりというのが強烈に強まっていくとも言えそうです。で、そういったきっかけがある方はですね、関わりの中でよりですね、その親密に関係性を築けるというチャンスもありそうな配置図となってますので、自然とですね、そっちのその理想の方に向かっていける時と言えるかもしれません。ということでですね、12星座分お伝えさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。いつもですね、私もですね、最近ですね、ラッキーカラーに結構振り回される日々なのですが、いつもライブ配信を毎日やってまして、このラッキーカラーに合わせてですね、動いてます。そしてですね、これが定位置のラッキーカラーとなってるんですけども、サソリ座のがワイン色となってますので、普段着ないワイン色の服をですね、着ながらですね、サソリ座の季節の動画を撮っています。ということで、最後までご視聴していただきありがとうございます。このライブ配信を始めていると言いますのも、やっぱり天体の動きが、冥王星の動きが、ヤギ座の上下巻から複数の方とのこう広く浅いこう対等な関わりに変わっていくという動きがあります。急にそれがなんかこう
バンパッと変わるということではないかもしれないんですが、徐々にですね変化していくとするなら、もっとこう自分のですね考え方をですね発信できるその場っていうのを作っていこうっていうのもあって、ライブ配信を毎日行っています。なのでこれはまあ一方的な配信となってるんですけども、やっぱり個々でですねいろんなことを選択して決めていける時とも言えると思いますし、その占いの世界も割とこう肩にはめていくという肩にはめていくものなのかもしれないんですけど、その中でですねご自身に合わないものをなんていうか聞き入れることはいらないと思いますし、本当に選択次第でいろんなヒントをくれるっていうのがこの占星術の良さだと思いますので、このライブ配信でもそういったことをお伝えしながらですね、これからですねちょっとそのライブ配信を通じてこの型にはまらなくてもいいっていうこともちょっとずつお伝えしていこうと思ってライブ配信をやっています。で最初はですねやっぱり終わりかけのチャンネルだったんで、なかなかそんなに集まってくださる方も少なかったんですけど、初め全然ゼロから全然入って来られないなと思って、話しかけにくいんかなと思ってた段階から、今は連続視聴で多い時だったら40名弱ぐらい来てくださるようになりました。チャットもいただくようになって、参加者の星座を一生懸命は覚えるようにしてるんですけど、微力ながらですねポジティブにですね占星術を生かすということと、やっぱり現実的に例えばいいことと悪いことは絶対あるので、そのいいことばっかりを見るっていうわけじゃなくて、ダメな部分も受け止めてバランスですね、いいことと悪いことのバランスっていうのを上手に受け止めながらですね、占星術とか占いの世界を活用できる、あとまあちょっとエンタメ的にもですね、もうお楽しみとしてそういうなんか日常にですね癒しとか潤いを与えるための占いチャンネル、占星術チャンネルであった方がいいかなと考えています。なので普段はクレープ店もやっていますということで、普通にも過ごしながら占星術の世界も取り入れながらっていうようなチャンネルとなっていますので、まあ、そういうバランスを考えていくということに共感していただける方はチャンネルご登録いただけると嬉しく思います。あんまり答えがはっきりとしないチャンネルかもしれないのですが、もしよろしければライブにも来てみてください。ご視聴ありがとうございます。日曜日はですね、できるだけ編集系のこの動画をアップさせていただこうと考えています。頑張ります。ということで、失礼します。ありがとうございます。